はいどうもこんにちは、グッドカラフチャンネルのゼミタです。ということで今回はフラッグシップサルーンとして生まれ変わったトヨタ新型ミライ、こちらのエクステリアとインテリアを詳しくチェックしていきたいと思います。トヨタブランドの最高峰ショーファードリブンといえばもちろんセンチュリーですが、それに次ぐモデルをこれまではクラウンが担っていました。ですが今回ミライがフルモデルチェンジを遂げたと同時にボディサイズが拡大、それによってセンチュリーに次ぐラージセダンはミライとなりました。実質のフラッグシップとなる1台がどう仕上がっているのか非常に楽しみですが、まずは今日紹介する車のグレードを見ておきましょう。ディーラーさんでチェックしたのはベーシックモデルの G グレード、車両価格は710万円と一番安価なグレードにもかかわらずクラウンのハイエンドモデル G エグゼクティブに匹敵するプライスになっています。とはいえ国や地方の補助金を差し引くと550万円前後で乗りますし、ある意味バーゲンプライスと言えますね。詳しい見積もりはブログで紹介しますので概要欄からぜひチェックしてみてください。ではまず新型ミライのエクステリアを見ていきましょう。フロントマスクは先代のオーラを完全に消し去ったニューフェイスに仕上げてあります。シンプルだけど強烈な迫力感があって、まさに新時代の幕開けを予感させる顔つきですよね。では大きく開いた巨大グリルはどうでしょうか。私の場合はカムリがマイナーチェンジした時に今以上の衝撃を覚えたので、正直新型ミライのグリルを見てもそこまで驚きはしません。とはいえトヨタのキーンルックはえぐいほど最近巨大化していますから、 BMW に対抗でもしているのでしょうか。近くで見ると質感もいい感じ、単なる樹脂パーツではなくグレーメタリックで塗装してあるところが芸の細かさを感じます。ロア部もしっかり金属調ガーニッシュがついていたり、謙虚な華やかさがあって素敵です。ヘッドライトは全て LED、頭に G がつくグレードは一眼タイプのユニットを採用していますが、これでもスタイリッシュでかっこいいですよね。デイライト兼ポジションランプは上眉毛のところが点灯、またウインカーは流行りのシーケンシャルをあえて使わず視認性重視のくっきりライティング、これも個人的には好きなポイントです。ただし先行車や対向車を避けて可変照射を行うアダプティブハイビームシステムは Z グレード以上だけの装備、 G グレードもぜひメーカーオプションで用意してほしいところです。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4975mm、全幅 1885mm、そして前高は 1470mm となっています。最初にお伝えした通り、長さも幅もクラウンを上回っていて、トヨタブランドではセンチュリーに次ぐラージセダンです。また、先代モデルはフロント駆動になっていましたが、新型では後輪駆動に一新。これをスッと伸びるフロントノーズやリアホイールに向かって跳ね上がるプレスラインで、視覚的に FR 車であることを表現しています。ボディサイズの大きさが功を奏してさらに後輪駆動車らしいプロポーションになっていますよね。クラウンで話題になった6ライトウィンドウも新型ミライは違和感なく取り入れていますし、 B ピラーから綺麗に下がり始めるルーフラインと相まってスポーティーなオーラも醸し出しています。ただし気になるのは後席の室内光、ショーファードリブンに選択するならリアの快適性は妥協することを一切許されません。ですが実際に座ってみたところ、見た目よりもはるかに余裕のあるヘッドルームを確保していたので問題ないでしょう。このあたりは後でしっかりご紹介します。質感に注目するとピラーはグロスブラックで光沢感を強調、メッキのウィンドウモールディングはガラス下部に留めてありますが、この方が変にギラつかなくていいですね。足元には19インチアルミホイールを装着、 Z グレードはメーカーオプションでブラックスパッタリング塗装の超かっこいい20インチアルミを用意してありますが、 G グレードはこのホイールしか選択できません。正直カタログや画像では19インチは絶妙にダサく見えますよね。ですが実車を見ると想像以上に似合っていて、通常のシルバーメタリック塗装でも上品な印象を与えてくれました。乗り心地も素晴らしいですから、個人的には19インチがおすすめです。リアの印象はフロント同様にワイドアンドローでどっしりしていますね。横幅いっぱいに広がった一文字テールランプがさらにワイド感を強調しています。そこに絡み合う複雑なプレスラインもこれまたいい味を出していて好印象。どちらかといえばサイドビューはクリーンですっきりしていましたが、後ろ姿は線で見せています。ただしむやみやたらにラインを増やすのではなく、各パーツの形状に合わせた衣装になっているのがポイント。例えばテールランプに沿った形で折り目が入っていたり、ロアバンパーのエッジに合わせてトランクパネルからハの字に伸びています。厚みを抑えたリアビューではあるものの、先進的で安心感のあるスタンスは新型ミライの特徴でもありますね。ロアバンパーの質感を見ていくと、これもフロント同様に塗装がされていました。今回のボディからプレシャスホワイトパールがひときわ美しく見えるのは、こういった細部の質感にこだわってあることも大きく影響しています。リアコンビネーションランプもフル LED を採用、薄く縁取ったレンズが近未来感をさらに引き立てます。またポジションランプが一文字に光る姿や3本のラインが混ざり合う点灯スタイルは見るものを魅了しますね。
そしてナンバー灯も LED になっていました。さあ続いては新型ミライのインテリア全席からチェックしていきましょう。このロアポケットのこの辺り以外はもう全てソフトパッドが使われています。材質としてはまあこの辺りと緑のトリム質感若干違ってますし、いやでもこのソフトパッドのクッション性はこれなかなか見ないですね。中に普通ハードプラ入ってると思うんですが、それを感じさせないくらいのこのクッション厚になってます。いやこういうところさすがですね。質感としてはインナードアハンドル周辺にメッキ加色、さらにはパワーウィンドスイッチベースもこれピアノブラックの加色が入ってます。メッキのピンもこれ高級車らしいアイテムかなと思います。ポケットに関してはアッパートリム、そしてロアポケットに1つずつ用意されていて、ドリンクなんかをしまうことはここはできないと。あとここに LED のカーテシランプも入ってますね。はい、じゃあシート見ていきましょう。こんな感じで G グレードに関しては合成比較のシートになっています。ただこれでも質感高いですし、パンチング加工施されていたり白のステッチが入ってますし、座った印象もまあほとんど本革と変わらないくらいのそういう座り心地になっています。体のフィット感もいいですし、まあ、クッション圧なんかもねもう言うことないですから、この辺りさすがフラッグシップだなという感じがしますね。でヘッドクリアランスに関してはだいたい拳が1つ分程度となっています。もちろんパワーシートになってますが、ランバーサポートに関しては 2way になっています。でこの辺りスカーフプレート入ってますし、もちろんミライのアルミプレートも入っています。ペダルに関しては特に加色はされていませんが、まあこれもキャラクターを考えてだと思います。はい、じゃあ実際乗り込んでいきましょう。はい、もうこれでエンジンというかモーター駆動しているんですけども、めちゃくちゃ静かですよね。ステアリングだけが自動的に今一番前の状態に戻りましたよね。これでまあ乗り降りがしやすいようなポジションにステアリングが勝手に移動してくれると、高級車らしい装備もついています。はい、じゃあもう一度モーターをつけましょう。トヨタ史上一番スムースじゃないかっていうくらい触り心地のいい本革ステアリングになっています。全く引っかかりないですね。あとスイッチ類もパターンがちょっと違ってますよね。今までのトヨタ車とはまた違ったような配置がされています。このキャンセルのボタンなんかもこういう形状は初めてだと思いますね。あと運転支援システムに関してもこれ進化してますから、試乗編でたっぷりご紹介したいと思います。はい、でメーターに関してはこのように8インチの液晶メーターが入っています。ただ地図表示とかはできませんが、まあ、奥行き感もありますし、視認性としては申し分ないそういうメーターデザインになっています。はい、この辺りのインパネもこう一連性があるんですけども、横を見ていくとこれナビゲーション 12.3 インチのかなりワイドなディスプレイが用意されています。ちょっと逆光の関係で見にくいとは思うんですけども、ハリアーとかと実際画面サイズは同じなんですけども、かなりこう広がり感がありますから、まあ余計にこうワイドに見えますね。これをこうスワイプしちゃうと今度は左に行ったりとか左から右とか、こういう動作ができるようになっています。これマルチオペレーションタッチシステムと言いますけども、これもハリアーで採用されてますよね。でナビゲーションに関しては本当に高精細ですし、ものすごく綺麗に映ります。でこの辺りに物理ボタンも配置されていますから、使い勝手もまあそこそこいいかなと思います。ちなみにですけども、しっかり CD スロットも用意されています。で今ここにシートヒーターとかステアリングヒーターの画面出てますけども、この G グレードに関してもこの装備はついてると。あとオールオート機能とありますけども、今シートヒーター、ステアリングヒーター、これ全開になってますよね。じゃあこのオールオートボタンを押すとどうなるかと、はい、こんな感じで今ね実際にこれシートヒーターつけてかなりの時間こう撮影する前に乗ってたんですよ。ですから多分車が勝手に判断してこういう風に自動的に切ってくれました。もちろんエンジンかけた時にすぐにシートヒーター一番最大の状態にしてくれたりとか、徐々に弱めていってくれたりと、そういうことをしてくれるのがこのオールオート機能になります。いやこれも高級車らしい装備ですよね。あとお伝えしておきたいところで言うと、エアコン関係、今回ナノEX が搭載されていますので、要はラジカル OH って呼ばれている空気を、その菌を抑制するような物質が10倍出てくれると、よりクリーンな室内空間が提供されるようになりました。質感に関してはもう一度見ていくと、この辺りソフトパッドになっていますし、ただちょっとこの出っ張りはなんか気になります。結構ローポジションで座ると地味にこのステアリングホイールよりもちょっとこれが出っ張る感じになりますので、気になるところではあります。
でも質感は申し分ないですね。このあたりソフトパッドですし、横の2パッドももちろんソフトパッドになっています。あのあたりも全てソフトパッドですからね。でここに加色が入ってますけども、これはサテンクロームの加色になっています。 Z グレードとか Z のエグゼクティブパッケージ、そういうのになるとここカッパー加色も選べるんですけども、 G グレードに関してはこのようになっています。個人的なグレードのおすすめとしては G の A パッケージ、もしくは Z グレードがベストバイかなと。 G グレードに関してはパノラミックビューモニターがついてなかったりとか、あとはシートベンチレーションもこれついてませんよね。ですから個人的にはその G の A パッケージっていうのがすごくおすすめです。もう見た目を20インチでバシッと決めたいとか、アンビエントライトこれ8色、それが Z グレード、 Z のエグゼクティブパッケージ、 G のエグゼクティブパッケージにもついてたかな、シートも本革になったりして、そういう全てのクオリティを求めるのであれば Z グレードがおすすめということになります。ちょっと話が逸れてしまいましたが、続き見ていきたいと思います。でエアコンの吹き出し口周りはこれピアノブラックの加色が入ってます。スイッチはこのように物理タイプが残っていますから、いや非常にこれはいいところですよね。しかも触った感じもちょっとレクサスっぽいというか、接度感もあってこのあたりいいなと思います。ただこのシフトノブに関してはもう思い切ってもう新型未来全然違うデザインにしてもよかったかなとは、なんかちょっと未来のこの高級感には合ってないのかなという感じもします。でここもサテンクロームの加色が入っていて、ドリンクは縦型の2つ置けるタイプになっています。本当はねここワイヤレス充電入ってるんですけども、今回の G グレードはついてないということになります。じゃあセンターコンソールボックスを見ていきましょう。かなり大型タイプのアームレストになっていて、もちろん合皮が使われています。中を見ていくとこんな感じで、おさすがに植毛仕上げになってますね。しかも USB ポート2口装備されています。ただこれ蓋を閉めると、あそうですね、噛んでしまいますよね、この部分で。このあたりもうちょっとなんかこうユーザー目線で開発されてたらよかったんですけど、ちょっとここは気になる、地味に気になるところです。はい、じゃあグローブボックスを見ていきましょう。まずこれ鍵がついてますね。あダンパーこれついてますけど、なんかこのあたりの質感というか接度感がちょっと高級車らしくないところではあります。ただ収納スペースとしては十分ですから機能性はバッチリです。ルームランプに関してはこのようにレクサスっぽいタッチ式になっていて LED になっています。で SOS コールなんかもついてますし、オーバーヘッドコンソールの中を見ると、あここもしっかり布で巻かれていますね。ミラーを見ていきましょう。バイザーにもちろんミラーついていますが、あ照明もしっかりついています。結構大型タイプの LED でぬくもり感のあるそういう LED の配色になっています。はい、続いては後席を見ていきましょう。質感に関してはおーさすがにここ以外は全てソフトパッドになっています。ちなみに今回の G グレードに関してはスピーカー数10個になっています。これがね Z グレードとかになると JBL のサウンドシステムになってスピーカー数が14個にさらに増えます。でポケットに関してはこの辺り下はないですけど、こうスピーカー入ってますので、ここにちょっとした小物置きというか、まあドアを閉める時に使うようなグリップが用意されています。後席こんな感じになっています。先代の未来は4人乗りでしたけども、今回は5人乗りということで、まあ一応乗れるようになっています。ただまあここの出っ張り、これおそらく水素のタンクがねこれセンターに入っているので、こういう出っ張りがあると思うんですけども、大人3人が座るっていうのは物理的に限界があるかなとは思います。でシート見ていくとかなり立体形状で、ものすごくこうお尻がここに収まるような感じがして、結構ヒップダウンしているそういうシートになっています。で素材としてはフロントと同じ合成比較になっています。ヘッドクリアランスに関しても、まあ拳1個分程度ですけども、そこまで窮屈感ないですし、このあたり別に後席も快適に座れるなという印象があります。スカーフプレートは樹脂のタイプになっています。はい、乗り込んでみるとこんな感じになっています。運転席は私の身長175センチのポジションに調整してあります。その状態で2ルームはだいたい拳が3つ程度ということになっています。まあこの辺りは広くもなく狭くもなくといった印象が正直なところです。ラージセダンにしてはちょっと狭いかなという感じもしますが、まあでも居住性としては十分ですし、一番重要なこのシートの長さしっかり取られていますから、膝裏まではサポートしてくれます。ただ気になるところとしてはフロアが結構上がってますので、シートのハイトの高さによっては結構この辺りのクリアランスは狭くなってしまいます。実際私のポジションだと
入ることは入りますけども、つま先はシートのこの下の部分に当たってますから、ちょっとつま先の窮屈性は感じます。でこのシートね、座った時のやっぱりホールド感というか、まあ、これだけやっぱりシートこうえぐれてますから、まあサポート性は本当に高いですね。アームレストこんな感じでめちゃくちゃ大型タイプなんですよ。ですからゆったりこう肘が置けますし、ドリンクホルダーもこれ前にこう飛び出すタイプで、まあ手を置いても全然干渉しません。いやこれはねさすがですね。まあただエグゼクティブパッケージになるとさらにこの辺り豪華になりますし、後席もシートヒーターとかシートベンチレーションがつきますから、後席も本当に重視して使いたい方はやっぱりエグゼクティブパッケージかなと思います。で機能面を見ていくと、エアアウトレットしっかり加速入ってますし、USB ポートはフロント同様に2口、そして AC100V の 1500W のコンセント、ここにもしっかり用意されていました。でシートバックポケットはもちろん左右に装備されていますし、ルームランプはこんな感じで LED になっています。ちょっとライトのこの辺りがジュエリーみたいな感じで、これも高級車らしいかなと。そしてライニングを見てもらうと分かるんですけども、これね未来のこだわりだと思います。なぜかこうちょっと円を描くような演出がされていて、おしゃれですよね。こういうところに本当になんかトヨタらしくない心意気が感じました。ラストはラゲッジスペースを見ていきましょう。テールゲートに関しては手動タイプになっています。はい、そして中を見るとこんな感じになっています。容量としては321リッターになります。ですからレクサスの LS なんかに比べると、まあ80リッター90リッターくらいは狭いのかなという感じがしますが、でも実際これでゴルフバッグ9インチサイズが3つ乗るということで、本当に乗るのかなっていう感じですけど、まあ確かにこの辺り上の部分とかもクリアランス確保されてますし、まあ日常使いに不便なそんな狭さっていう感じではないです。あ、床下収納はこんな感じになっていて、ちょっとしたものであれば一応しまえるということになっています。でこれで、あ、ここに引っ掛けておけると、こういう使い方ができるようになっています。でシートを倒すことはこれできませんね。この辺りしっかり隔壁されてますし、トランクスルーしてゴルフバッグを積んだりとかスキー板を積んだりということはまあ残念ながらできません。はい、そして機能面見ていくと、右サイドには AC100V の 1500W コンセントが用意されています。ですからセンターコンソールと合わせて2つあるということになります。ラゲッジ照明はここについてますが、しっかり LED の照明になっていました。はい、ということで内外装こんな感じになっていました。いやこれがね補助金ありとかで550万くらいで買えるって考えたら、結構クオリティは高いんじゃないでしょうか。じゃあ試乗編行ってみたいと思います。というわけで、トヨタ新型未来エクステリアインテリア編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。